毎度、えー、今回はね、実は近くでおっちゃんの奥さんが仕事してるから若干ノイズ入るかもしれんけど、許してあげてください。えー、まあそれは置いといて、今回のテーマはこれです。状態って何っていうことなんやけど、あの、日常生活でね、普段使う状態っていう言葉と、英語の勉強してる時に使う状態っていう言葉、ちょっとニュアンスに若干違いがあると思うよやね。で、しばらく前の動画に、状態同士っていうのを説明したものがありました。 あのアイコンのタイトルでね、えー、日本語の〜何々、ているに騙されるなって書いてあるやつなんやけど、えー、見てない人ぜひ見てくださいね。結構評価高いんで、わ、えー、かりやすいと言ってもらっています。でまあ、そこではですね、えー、状態動詞っていうのを勉強しました。あの知っているの NO だとか、持っているの HAV e だとか、えー、そういう動詞で、例えば I have a car だとか、I know him って言った時に私は車を持っています。 私は彼を知っています。どちらの日本語も「ている」ってついてるけれども英語の方では「I'm having」とか「I'm knowing」とかにはなってませんでしたでそれは ING 形にするとやっぱり動きを表すんよねだけどこの持ってるのも知っているも動きは特にないですよねなので単に状態として捉えようというそういう動詞でした <music> 実はこの状態についてもう一個分かっててほしいことがあるんやねでそれは何かの動きや変化の結果として人やものがどんな状態になったのかっていうその後の方を示す形容詞があるっていうことなんですね例えばこれを見てもらいましょう今ここに出てきたあの顔だとちょっと悲しそうな顔してるけれどもふとこうやってケーキが出てくるとめっちゃ喜んでますよね そんな感じで何かきっかけがあってその後どんな心理状態になったのかとかどんな様子になったのかえそちらを表す形容詞っていうのが状態を表すえそういうものがあります <Okay. S 1> なので今の例外に言うとめっちゃ運動した後に「疲れた」だったら「I'm tired」って言ったり何か期待外れのことが起こったりして「がっかりしてる」とかだったら「I'm disappointed」 言ったりしますでこんな感じで何かその変化とかが起こった後の人の気持ち、えー、状態もしくは物の状態とか、えー、そういうものを形容詞が表したりすることがあるよねなので前にあった「状態動詞」みたいに動詞だけが状態を表すわけじゃないんですねでこれをちゃんと分かってもらえたらなんか変な英語のね間違いをすることも減るしでそしてまた「 今後の新しい動画、次の新しい動画でもっと具体例とともに日本語の間違いやすい点、英語に変えるときに注意すべき点っていうのをまた話していくんで、それがよりよく理解できると思います。なので、次の動画もぜひ期待しておいてください。では、今回の動画いかがでしたでしょうかまた、ちょっとでも分かりやすいなと思ってもらえたら、ぜひ評価の方もよろしくお願いします。で、また、チャンネル登録もね、まだされてない方がいたら、ぜひぜひしてください。よろしくお願いします。 ということで、今回は以上です。See ya! Bye!